米中衝突がですね、はい、どういう方向に行くかというのをちょっと考える上で、はい、ちょっとおさらいも含めてですね、はい、米中覇権戦争の行方という北野さん、そうなんです、北野さんの本が書いて、読ませていただきました僕、はいはい、内容はですね、うん、びっくり、僕もちょっと最初読んでびっくりしたんですけど、日本の大戦略の話でした、はいはい、タイトルからすると米中覇権戦争の、はい、行方ですから、まあ、覇権戦争の話中心、もちろんそこにフォーカス当たってるんですけど、それよりも本当に大事なのは日本の行方を大戦略レベルで、はい、語ってこちらの方向に行くべきだという、はい、でしかもこれ僕本当に思ったのは、そのルトワックの同盟論みたいなものをかなり彼、はい、自分の中で消化して、うん、で自分のこの政策論に使っているなっていうのは非常に素晴らしい内容だと思いました、うんうん、はい、で読みやすいですね、はいはい、僕言いたいのはこの3つですね、はいはい、3つ3点、まあ、3点4点ぐらいちょっとお話しさせていただきたいと思いますけど、はい、これまず、北野さんのこの本何が素晴らしいかというと、この複雑な国際政治の現象、これメルマガ読まれてる方はもう多分ご存知かもしれませんけど、はいはい、もうそういう現象をすごく分かりやすくする、本当に天才的な才能を持ってるのは北野さんだと改めて思いました、はい、文章もちょっと普通の本みたいにこう文字が詰まってるんじゃなくて、このなんていうんですかね、こう、まあ、基本分かりやすく、ね、分かりやすく、そう、はい、そうですね、見て、はい、やってるというメルマガ文章でやっぱりすごく読みやすい、岡山さんは分かりづらいのより分かりづらく、ちょっと待ってください、僕そんなことはないですよ、はい、僕は、はい、ただ、はい、僕ね本当にいろんな本の企画とか、まあ、雑誌の企画とかやっぱりいつも見てて思うんですけど、はい、読みやすくするっていうのは、うん、本当に難しいんですよ。重要なことですね。本当に難しいです、はいはい、だからいくら頭のいい先生とかでも読みやすく解説してくださいって言ってできない人ばっかりです。そうですね、だから読みやすくできるってのは本当、まあ、才能だなって思います、ね、なので我々は音声講座もね含めて、それはそうですね、分かってもらう人を増やすっていうのがあるので、そうなんですよね、はい、やっぱりそう、読みやすくするって分かりやすくするっていうところにやっぱ彼が特化してるのはやっぱ素晴らしいと思います、はい、2番目、はい、ルトワックのこの大戦略の意義、うん、はい、普通にチャイナ 4.0 とか、うん、日本 4.0 とか読んでいただいてもあんまりピンとこないと思うんですけど、うん、僕は本当にルトワックの一番強調してる一番の最大のところって、やっぱ大戦略レベルが重要で、外交が実は重要 で、はい、でなおかつそこに同盟がものすごく重要で、うん、同盟で勝ってたら絶対に勝てるんだというところをルトワックあんまりね本の中では強調してないんですけど、うん、僕が聞いてると、うん、一番そこエッセンスだなと思うんですよ、はい、でそのエッセンスはやっぱりね、さすが北野さんしっかりそこをやっぱ組んでて、うん、でそれを日本の同盟はやっぱりこうしなきゃいけないっていうところをバッチリついてる、はい、うまいなと思いましたね、まあ、活用していただいて、同盟がダメだと、はい、結局勝てない、軍事戦略のレベルでも勝てないんですよ、はい、だ結局前回の日本が負けた、アメリカにね、そう負けたんだけど、アメリカ一国に負けたっても言えるし、まあまあまあ、まあ、で時はもうほとんど組んだ相手がね、ドイツとイタリアでしょ、はい、ダメじゃんってそういうね、はい、でその大で、ま、日露戦争の時ほらイギリスっていうところとついたわけ、うん、はい、で最終的にアメリカも引き込んで、そう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 、で同盟で勝ってます、はい、同盟の大戦略のこのレベルの重要さって解いてる本ってあんまりないんですよ、はい、そうですね、もしくはそのあまりの前提になってて何も語られないとかね、はい、っていうことなんですけど、この本は素晴らしくそのなぜ大戦略のレベルの同盟が重要かっていうことをきちんと説明してるんで、はい、いや素晴らしいと思いました。3番目、うん、これまあ、読み取られる方がどう思うかは分からないんですけど、僕にとってはこれ中国封じ込め論、はい、これを明確に明快に主張してましたね、うん、はい、はい、敵であるという認識、彼はね敵っていう言葉を使いたくないみたいなことをちょっと書いてるんですけど、はい、あからさまにこの本で言われてるのはもう中国敵です、はい、なるほど、はい、もうバッチリで、これをしかもこう囲い込めというところを主張してるのはね、はい、いいところでしたね。はい、安倍さんは非常に重要にしててですね、これだけチベットウイグルでね、虐殺とかをやってるような中国、はい、習近平を国賓として、はい、それ言わないでください、陛下と同じテーブルを囲むように、はいはい、これはちょっと、はい、我が番組でももう少しちょっとこの辺の ね、はい、今の安倍政権 の、はい、ブレ具合、うん、ブレというかね、これはちょっと批判しなきゃいかん、要するに今のままだと大戦略間違ってんじゃないのと、うん、そう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 いうところに行き着くように見えますね、はい、安倍さん大ファンはいっぱいいますから、ええ、安倍さんは見切ってるんだと、ギリギリまで習近平と火遊びしてるだけだと、僕もそう思いたいですよ思いたいですよそして、うん、いざという時になったらトランプとパッと手を組んで、うんうん、
あの中国を叩き潰すんだというふうに思いたいね、はい、思いたいです、うん、思いたい希望的観測です、はい、でも希望的観測は希望的でしかないんで、うんはい、あの今の現状を見てみると僕は安倍さんはちょっとなんか納得いかんですね、うんはいはいまあ、これについてはちょっと後ほどいろいろ話をしたいと思うんですけど、だってもうヒットラー以上のやつですからね、あのウイグルでやってることを見るとね、はい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 、その何もう帝国主義の独裁の、うんまあ、ポルポトみたいなやつじゃないの、いやね僕ねちょっと、まあ、ここじゃちょっと話、うん、まだちょっと証拠があれなんですけど、はい、いろいろその安倍さんが今迷走してるというか中国なびいてるって兆候がで、ね、いくつかあるんで、うん、ちょっと今度証拠付きで、まあそうですね、はい、ちょっと皆さんにお伝えできればなというふうにちょっと思ってます、はい、まあとにかく、はい、その大それだけ大戦略が大事なんで そこを見誤ったらいかんですよっていうのがこのアメリカ通信のテーマでもあるんですよ、そうですね、戦略の改造の、はいまあ、米中の CD これだけ作ってるっていう肝は、はい大同盟なんですね。そうですね。はい、もう本当そこの同盟をしっかりしてもらいたいというところですね。はい。はい、もう一つですね。うん、まあ僕はこれあのこの本素晴らしいと思ってるんですけど、はい、もう一つ僕が付け加えるとしたらもう、うん、もうちょっと地理の話も。僕はね、僕は北野さんのこれに、まあ、地政学、学の要素も、はい、少しお持ちなんですよね。少しね。少しね、はい、ありがとうございます。はい、はい、あの一応なんとか論文も書いてあったりなんかお話ししたことあるんですけど、はい。はい、僕がこれに付け加えるとしたら、はい、北さん同盟論までいいんですけど、はい、じゃあ同盟を具体的に地理的な状況の中で展開するとしたらっていう話は僕付け加えたいんです、はい、でそれはなぜかというと日本ってやっぱりそのシーパワーの中に入ってて、はい、ランドパワー側の中国が今シー、はい、海に出てきてるじゃないですか、うん、これを引っ込めるという作業まで加えて、僕はそういう議論をしたいっていうのは僕の議論です。だから北野さんの本当はこれ 100% 同意なんですけど、はい、それ以上に、はい、じゃあ具体的に地理的にどうするのっていうのを僕ちょっとね、はい、議論したいんですけど、分かりました、時間はないんで、まあ、教えてやろうかってところで止めておきましょう、そう、はい、しゃべんねえじゃねえかって話になっちゃう。あるんですけど、はい、いやこれした方がいいですかね今、はい、話 いやしますいや、進まないし、米中の、そうですね、米中の話もじゃあ含めてで、はい、後ほどこれも、ねはい、後ほどって言いながらしないっていう話もありますから、ね、はい、これはちょっと取っときたいですね、そうですね、この話、はい、はい、がっつり僕は勉強したいんだという人はですね、はい、CD をちゃんと作ってますね。そうです、その CD がです、ね、まあ、車に乗るときにね、はい、ああそうですね、ポコッと突っ込んで、はい、うん、聞いたりとか、家で僕もやってます、寝る前に、はいはい、寝る前にこう、はい、かけっぱなしにして寝るとかね、そういうふうにして、はい、まあ、自分のだけじゃなくて、まあ、自分のもたまに聞いたりとかしますけど、はい、僕はあの結構これで勉強してきた部分は、はい、相当ありますよ、まあ、自動的に勉強できるんで、はい、非常にいいと思います。未来予測と戦略 CD、 これはあの戦略の改正の上位概念、そうですね、こちらを中心にやってるこれね、ビジネス系の人にこれ話をするとすごくウケるんですよね、うん、これ、はいはいはい、そうですね、はい、ぜひ聞いていただきたいなと思いますけどね、ぜひぜひ、はいはい、こんな考え方があったんだと、そうです、まあ、階層もね、はい、現実を見ながら過ごすとやっぱその現実に引きずられるので、はい、現実と関係ない事象を持ってきて考えることによってまた違う未来を引っ張ってくることができるということですね、まあ、回想のこれは続編というかね、そうですね、次のやつなの で、ね、ぜひぜひ、はい、で、はい、リアリスト入門、はい、この番組でやっぱりその最近リベラルがどうだっていう話をすごいするじゃないですか、でなぜ僕がこのリベラルについてこう惹かれるのかというと、はい、その反対の概念である、まあ、リアリスト、はい、の話をやっぱりある程度ここで知ってるから、はい、うん、逆にそのリベラルの不適切さというかですね、はい、うん、その欠陥みたいなのがこう見えてくるっていう、その部分ですね、なぜ弱いのかとか、はい、復活させるにはどうしたらいいのかっていうのベースになってるのは、僕はやはりこういうリアリストを今まで勉強してきた蓄積がやっぱあるからということですね、はい、これはちょっとね、はい、聞いていただきたいですね、はい、皆さんにも、はい、そして日本 4.0 が出たルトワーク、はい、でルトワークの思想が分かりたかったらまずこれを聞いていただきたい、そうですね、ルトワークのデビュー作をまあちょっと解説しつつ、はい、とね、学ぶというルトワークの考え方が分かりやすくなります、はい、そうですね、はい、これもいいですね、はい、で、戦略三部作ということでクラウゼビッツ、はい、戦争論、はい、そして、地政学講座、はい、そして孫子の兵法というふうに進んでいく、この辺この3作はもう金字塔ですから、はい、はい、そうですね、出てきますね、はい、